この辺かな。今はこの子までにしておこう。でも本当はちゃんと殺人事件の調査をしたいんだけどね。こっちの奥には何があるのかな。この先はなんか建物。この錆びた歯車群はかつて機械全体を動かしていた。錆びた鎖が海の中に続いている。どこまでかわからない。この建物は？ドア開閉不可。風雨にさらされた古いドアが倉庫を守っている。入り口には風によって小さな砂丘ができている。ドアは長いこと開かれていないようだ。あなたは取っ手を見る。これは何の施設だ？これは軍事用の何らかの目的に使われていた倉庫だろう。何らかの目的って？もう残っていない何かを保管する目的だ。キムは目の前に腰を下ろしているコンクリート製の革図を眺める。被害者が射殺された際、この構造物が使われていた可能性は？ここからワーリングを狙ったって？想像もつかないが、キムは南東の方角を見ながら手に息を吹きかけ指を温める。境界が射線を遮ってる。手さばきやるだけやってみるか。えい。失敗。 3% ですからね。あなたは少し取っ手をガチャガチャと動かし、全体重をかけてドアを押すが、びくともしない。ドアは鍵がかかっているだけでなく固定されている。うん、ずいぶん厳重だな。どうすれば中に入れる？中には入らなくていい。どういう意味だ？俺たちは入るぞ。その、どこにでも。率直に言って、君は全てのドアを開けられるわけじゃないってことを素直に受け入れるべきだ。いやいや、我らはこれまで一つ残らずドアを開けてきた。ドアを開ける。それが我らの仕事。警官としての特性であるぞ。イブラートでさえそれを認めておる。ドアはでも開けたい。入る意味はないと思うけど、ドアは開けたい。でもそれが俺という人間で、俺たちという人間だろう。ああ、言いたいことはわかる。僕もドアを開けるのは人並みに好きだが、単純にこのドアは修理不可能で、こじ開けるためのリソースもないだろう。興奮しないでくれ。中に誰も隠れちゃいないさ。我々が開けられないなら他のものにも開けられない。つまり中は無人ってことだ。キムは悲しそうな笑みを浮かべドアを見る。おう、それでもドアを開けようと考えるのは自由だ。人生においてドアを開けるという行為は必要不可欠だから。もしかするとこの考えが何かの役に立つかもしれない。思考獲得、思考獲得スキルポイントが5つありますね。何かを学んでもいいかもしれない。手に入れた思考はもう一つのドア。畜生、ありえない。なんたる恥。海岸の例のドア、どれのことかわかるだろう。放棄された補給基地に通じているドアだ。どうして開かない。一体なぜだ。なぜなんだ。開かずの扉を通り抜ける方法が絶対にあるはずだ。まったく、お前は警察だろう。すべてのドアはお前の前に、またを開くはずだ。たかがドアを開けられなかったら、署の連中にどう思われるか、方法は必ずある。よっしゃ、アンロックしちゃうか。何かに意味があるのかわかんないけど、内面化しちゃう、もう一つのドア。やっちゃうもんね。ドアは、開けるものだろう。ドアってもんは。お、シャツ。そうかね。いや、お金めっちゃ手に入ってよかったですよね。にしても。南に隆起した遊歩道が長い影が落としている。ここにも虫の捕獲の罠がありますね。石の下にタバコの吸い殻が捨てられている。銘柄はティウムティリ。焚き火の跡がある。ずいぶん昔のものだ。これは
無線中継塔の錆びて壊れた制御ボックス。このはしごはあまりにも錆びついて登れそうにない。潮風に蝕まれている。この中継塔は湾内を行き交う船の流れを管理しているとは言い難い。お、スカーフ。遥か遠く杭が立てられているあたりに小さな小さな入り江が見える。ここは行き止まりか。ピウムティリという銘柄を記録したなぜか重要な気がする。銘柄？何もなさそうだなあ。誰か人がいる。誰か。昼間になるとちょっと景色が変わってるから、この建物についても何か調べられるかもしれませんね。はい、朝になったらこんなところに親子らしき方々がいるので話しかけてみましょう。And Mikhail noticed the windows, especially with how there are no windows on the south side. This was to deal with. それはいいとして、やっぱりこの後ろ側には行けないのかな。この人から建物に関しては聞けたけど、この建物の上にね、行く方法、もうちょっと調べられないかな。忘れておりまし、え、誰？バック・ザ・ワールド。なんか、物騒な方々がいるけど、ちょっと電話使っていいですか？先に。はい。クープリスキに今、無線を手にして、ジャムロック区立図書館につなげてくれ。残念ながら、10時からか。マジ10時から。じゃあ、しょうがねえな。こいつらに話しかけよう。こいつら、絶対やばいでしょう。キツラギさんの車に手出そうとしてるでしょ。おい、何してるんだ。ションベンくんやろうって書いてある。この内燃四輪車マジヤバいって。背中にションベンくんやろうと書かれた若い男が言う。If I were a real skull now, I'd jack it.あー、これ背中に書かれてる文字が名前として使われてるんだ。俺がスカル族だったら、こいつをパクって、ヤシの木のカラーリングに塗り上げ、アンダーネオンをつけてるな。相方はシンプルかつエレガントなスローガン、バック・ザ・ワールドをあしらった服を着ている。ジャケットを奪えるんだ。へー。でもこれは肉体の方ですよね。暴力でジャケットを引っぺがせるってこと？これ、脳筋ビルドでやるときに、一っぺがしてみたいですね。なかなか楽しませてもらった。なんだ？あ、思考習得したのか。なるほどね。もう一つのドア。ああ、白銘がマイナスになっちゃったけど。精神のホワイトスキルチェックをすべてアンロック済み？Even if every single other door will open.At one time or another, maybe to a key, or maybe to some sort of tool meant for opening doors. But this one will never accede to such commands. A realization crucial to personal growth. Crucial. 補給基地のドアは開けられない。受け入れろ。お前はすべてのドアを開けられるわけではない。この事実を脳裏に焼き付けておけ。鍵や工具で他のすべてのドアを開けられたとしても、永遠に開かないものもある。この強情なドアもその一つだ。これは個人的成長にとって重要な認識。重要な認識だ。どういうこと？これ何かいいことあるの？これ。ホワイトスキルチェックをアンロック済み？なんだろう？なんか、いいものなのかな？白銘がただマイナスになっただけのような気もするんですけど。まあ、しょうがない。どこへ行きましょうか。はい。どうにかですね、狙撃地点を特定しろを進めたいんですよ、私は。で、遊歩道の狙撃の痕跡がなかなか見つからないのと、島とランズエンドっていうのが、ここが
遊歩道じゃないですか。で、もっと北、もっと北が島とかランズエンドっていう場所なんですよ。なのでもう一度そっちに向かってみたいと思います。ここから北は行ったことはあるんだけど、その時には特に見つからなかったのですが、もう一度歩き回ってみましょう。何か見落としてる可能性、そうですよね。この氷しかなかった気がするんですが、もう一度歩き回って、はい。視覚計算。犯人がここを狙撃地点として使用したことを示す何かが見つかるだろうか。これ、来たんじゃない？なんで前回見つからなかったんだろう、これ。ここには町のゴミの堆積物、空き瓶、老朽化した通信塔があるだけだが。ここは違うと思うがね、警部補聴長。誰かがこの場所から狙撃して、キムが東を、海岸の向こうを見る。ワーリング・イン・ラグズにいる人間を射殺できたとは思えない。この焚き火は犯人が使ったもの？焚き火ありましたっけ？犯人はあの通信塔に登って、タバコの吸い殻、あ、確かね、タバコの吸い殻何か重要なものなんじゃないかって言ってましたね。このタバコの吸い殻は？これか？キムが地面を指さす。アストラやドルーアンよりも、ティウムティリを好む喫煙者が犯人か？吸い殻なんてどこにでも落ちてる。これは年寄りが好んです銘柄の代表だ。それでもあなた様はこれを重要と感じ、心に留めておきます。何か意味があるはずだと。この海岸に落ちていた他の吸い殻には、今まで目もくれなかったのですが、刑事としてのね、なんか直感が働いてるんだ。この焚き火は犯人が使ったものでは？引き金を引く前に手を温めるためか？アリエルが焚き火くらい誰でも起こせる。この時期の海岸には至るところに焚き火があるだろう。キムは周囲を確認する。正直に言って、ライフルで 1.2 キロ先の標的を狙おうとこの場所を選んだなら考えが足りないな。そこら中に水蒸気が漂っていて視界が悪い。ここは除外していいと思う。確か BW ダッシュと名付けたっけ？犯人はあの通信塔に登ってそこから撃ったのでは？あの錆びたはしごを登るのは不可能だし、仮に登ったとして理由は？あそこには狙いをつけるための足場もない。キムはジャケットの襟を立てて塔を見上げる。海を見渡し、ワーリング・イン・ラグズの方向を眺める。冷たい水辺を越えた 1.2 キロ先に、距離と空気の層によって青く見える極小の四角形がかろうじて視認できる。そんなに遠いのか。ワーリング・イン・ラグズの3階に明かりが一つ灯っている。双眼鏡があったなら、手足が長く華奢な娘の姿が窓の向こうに見えただろう。思考終了する。双眼鏡とかあるのかな、これで。ああ、ランズエンド、ここがランズエンドか。じゃあ島ってどうやって行くんだろう。ランズエンドは完了。じゃあ遊歩道のあたりももう一回歩き回れば何かあるかもしれませんね。ランズエンド、島が中間地点にあった気が。どうだ島どこだろう。でも島って言うからにはなんか離れた小島みたいなとこなんでしょう。どうやってその場所に行くんでしょうね。遊歩道だ。遊歩道を、暗かったからかな、明るくなってからもう一回見て回れば何か見つかるかも。遊歩道を見て回った時は確か真っ暗ぐらいの感じだった気がする。うろうろしてみよう。あとそうだ。あと30分後、10時になったら図書館に電話をかけて、はい。望遠鏡はいいから何かに掴まれ、風がかなり強い。
風がかなり強いのは今日だけかな。全体的にこの遊歩道は風が強い地区なのかな。でも遊歩道何も起きない。いつも風が強いなら地形的にここから狙撃するのは相当難しそうですよね。何も出ないな。やっぱりこの上じゃないの。でもなんか入れそうな道自体が見つからないんですよね。なんかこじ開けるとかさ、そういう選択肢も出ないから。今日のところは船小屋にボートはない。ここからボートが出てるの？あ、回復アイテムと衣装がありましたね。粗雑に建てられた船小屋、強風で吹き飛びそうだ。風が強いって言ってますからね。ここは来たことがなかったな。お金。みんなこんなところにお金落とすの？この町かなりのお金が道に落ちてるけど、ここはなんだ？ここどこだ？錆に覆われた屋根付きのベンチ、屋根の古いペンキが剥がれている。これは？ひびの入った壁の片隅からもう片隅に至るまで、弾痕が散在している。冷たい海風が人影を吹き飛ばす。なるほどね。歴史も見ることができますね、ちょこちょこ。立ち入り禁止と書かれた標識。立ち入り禁止の方に私がいる。ここも遊歩道に入るのかな？お金とペットボトル。ここは？ドアにカンヌキがかけられているばかりか、近づくことすらできない。これは？ピポー、ピポー、ピポー。ピポーって何ですか？どういう衣服？あ、帽子？へえ、論理が上がりますね。なるほど。でも権威を上げておく。ここら辺は他にはなさそうかな。ここも行き止まりですね。そしてこっちにも虫取り網が設置されている。海岸のこの一帯は何十年も使われていない。そうか、そうだな。もうちょっとこの周辺を歩き回ってみよう。そういえば道動物学者のこっちの助手の方に話しかけてなかったと思う。あれ話しかけたっけ？隠れファシストのゲイリー、こんにちは、俺はゲイリーだ。ごきげんよう、周りさん。あ、なるほどね。これが隠れファシストっていうことね。キムはわずかに眉を上げると手帳を取り出す。イエローマンだと？興味深いな。これについては後で聞いてみることにしよう。まずは探りを入れるのが先だ。友人のモレルが虫取りの罠を仕掛け終わるのを待ってるんだ。ゲイリーが素早く話題を変える。そしたら俺たちはようやく文明に戻れる。アウトドアは嫌いか？Just not this bloody coast. It's mostly drunks and degenerates that come here. 自然は好きだが、この海岸は別だ。こんなとこに来るのはアル中か変質者ぐらいさ。変質者だと、俺は少しでもそんな気配がしたら察知できるよう特別な訓練を受けてる。アル中と変質者、そりゃ俺の親友だ。悲しいが俺はアル中だと思う。完璧な人間なんていない。あんただって飲みたくなる時くらいあるだろう。ああ、誘惑に負けたことはある。ゲイリーがおごそかにうなずく。だが、誰かが強い心を持って、レバーコールを守らなきゃな。レバショール、レバーコールってなんだ？レバショールじゃない。彼が湿った丸太の山に視線を落とす。他の人々と違い、彼はレバショールではなく、レバコールと呼んでいる。
真面目な話に入らせてもらおう。この男は無実ではない。罪のない人間などいないのだから。レバーコール。気になる。ワーリング・イン・ラグズの裏で首を吊っていた男について何か知らないか？ああ、それで RCM がマルティネーズに来てたのか。そりゃいい。ゲイリーが心から肯定するようにうなずく。やっと対処してくれる人が来たってわけだ。で、事件について何か知っているんですね。いやいや、ゲイリーが断固として首を横に振り、ネクタイを整える。俺は何も知らないよ。死んでたのは傭兵か何かだったらしいが、そんなことは誰でも知ってるし、俺はただあんたが捜査してくれると聞いて安心しただけだ。彼が殺したわけではなさそうですが、何かありそうですね。言い回しがね、どうでしょう。マグカップレバコールって言ったのか？俺はハードな発音が好きなんだ。昔ながらの言い方さ。ベスパー風だよ。ゲイリーがおごそかにうなずく。ゲイリーがウィンクしてくる。何か秘密のメッセージでも伝えようとしているかのようだ。お前にも間違った発音をさせようとしているのか？妙な男だ。秘密の儀式だ。おそらく世間から逸脱したナショナリスト流の握手のようなものなんだろう。くだらない。お前こそ真の愛国者だ。正しい発音を知っている。シュレーヌ風の美しい発音だ。エレガントな書という音が入ってる。こだわるね、レバショール。レバコール。これはあんたのマグカップか？あの家が、この人の家だったかもってこと？イエローマンのマグカップを手に取る。俺のマグカップ？なんでそう思ったんだ？あんたイエローマンって言っただろ？見覚えがあるんだな。あんたはこういうマグカップを集めていそうなタイプだ。これ言ったら家に入ったってバレちゃうんじゃない？でもあそこの住人なんだとしたら、ゴミ箱にいろいろ捨てた犯人かもしれませんよね。あんた、イエローマンって言っただろ？そんな呼び方をする人はあまりいない。そうか？俺はしょっちゅう聞くけどな。もちろん、ただの冗談だ。誰も傷つけるつもりはない。怪しいな。これはリンチの現場で見つかったんだが。わかったわかった。認めるよ。俺がそのマグカップをホステルの裏の廃物入れに捨てたんだ。反省してる。本当に悪かったよ、刑事さん。ゲイリーが口を閉ざす。罰金払えなんて言わないよな。いや、まあ罰金はいいけど、いや、俺はただ情報が欲しいだけなんだ。はあ、ゲイリーがあからさまに安堵してみせる。ありがとう。きっと後悔はさせないよ。他人の所有物を使ってゴミを捨てるなんて二度としない。どうしてあんなことをやってしまったのか自分でもわからないんだ。最近仕事でストレスが溜まっててな。恋子供が馬鹿げた価格設定をするもんで、競争に負けているんだ。一体何をやらかしたんだ、ゲイリー。何もしてない。違うんだ。ただ質問に答えているだけだ。法の執行のために。どうやって廃物入れを開けたんだ？ CS ミュニシパルっていうゴミ収集会社で働いてる知り合いがいるんだ。そいつが俺にマルティネーズにある廃物入れのマスターキーをくれたんだ。他人の廃物入れに何の用があるって言うんだ？ワーリングのゴミ圧縮機を使うためだよ。ゲイリーはそう言うと、戦いに敗れた騎士のように自分を恥じて頭を下げる。ゴミを捨てるのはバカみたいに高くつくんだ。君やリード人どもがヤクザな経営をしてやがるせいでな。本当に悪かったよ。出費を抑えられると思っただけなんだ。反省してる。恥ずべき行為だったよ。恥ずべき行為？キムは眉を上げ、視線を上げる。芝居がかった弁解は不要ですよ。つまるところ、ただの廃物入れの話なんですから。そこまで、まあ、謝んなくても。被害者の服、ワーリング・イン・ラグズの裏に吊るされていた男の服は、あんたが廃物入れに捨てたのか？勘弁してくれよ、刑事さん。ゲイリーが両手を上げる。説明させてくれ。
あんたが思っているようなことは何もないんだ。なら説明しろ。俺は片付けただけなんだ。俺はあの男が吊るされていた庭のすぐ向かいに住んでる。やっぱこの人の家だったんだ。なんでイブラートに目をつけられていたんだ。あの男は身ぐるみを剥がされ、服が庭中に散らばっていた。それにあの匂い。人間だって獣と同じだからな。わかった。それで？汚れた服を片付けようと思ったんだ。それに片付けようって人間はいなかったからな。それで服をワーリングの廃物入れに入れた。壊れたマグカップと一緒に。ゲイリーは言葉の途中で思い直す。わかった、認める。俺はマグカップを捨てに行ったんだ。それで服もついでに捨てたのさ。なるほど、市民の義務を果たしたというわけですね。キムが皮肉を言う。その通りだよ。そう、俺は市民としての義務を果たしただけなんだ。ん？彼が居心地悪そうに身じろぐするたびに、カチャカチャという音が鳴る。ガラスビーズが硬い木の床に散らばるような男だ。聞き覚えがある気がするが、一体どこで聞いたんだ？アーマーを持ってる？今の変な音は何だ？音って？あんたが動いた時に聞こえた。カチャカチャという音。俺を甘く見るなよ。何のことか分かってるんだろ？俺っぽっちも分からないよ。足の中におかしなものがたくさんあるからな。虫とかゴミとか、その辺のゴミが風で飛んだんじゃないか？被害者のアーマーが見つからないんだが何か知らないか？アーマー？知らないな。ゲイリーは主張を変える。いや、もちろん知ってはいるよ。彼がアーマーを着ていたことはな。だが、それ以上のことは何も知らない。彼が真実を述べていないことは子供が見てもわかるでしょう。彼は自らの過ちを認めることを恐れているのです。これくらいにして老いちゃうの？今の音は。あんたが動いた時に聞こえたカチャカチャという音。音なんてしたか？ゲイリーがゆっくりと腕を広げる。今度は音がしない。ん、怪しい。怪しすぎる。このくらいにしておこう。俺なりに捜査の役に立てたならいいんだけど。話が終わってゲイリーは明らかに安堵している。ふむ。つまりお前は彼のアパートで植民地マグカップコレクションを眺めたということか？それを話したら面白いことになるかもな。それ言ったらどうなるんだろう。なんで彼はあんなにそわそわしているんだ。アーマー持ってるんじゃないの？でもこれ、無理だな。平成か。平成は、ここか。運動能力か。ちょっと無理だな。これで揺さぶりかける？マルティネーズの集合住宅。あ、でもこれさっき自分で言ってましたもんね。ゲイリー、あんたはこの近くに住んでるよな。マルティネーズの集合住宅か？その通りだよ、刑事さん。ゲイリーがわずかに目を細める。何を聞かれるのか考えているのだ。あんたの家に入らせてもらった。クレア氏を怒らせた。ドアの鍵が開けっぱなしになっている。最近、ドアの鍵が開けっぱなしになっていることがなかったか？ああ、あったな。あれは俺が。ゲイリーの顔が青ざめる。なんであんたがそれを知ってるんだ？イブラーとクレア氏が家の鍵を開ける必要があると思ったから。これ言ったらどうなるんだろうな。なんでもないさ。ただ最近鍵が開いていたことがなかったか聞きたかっただけだ。これは組合が関わっているのか？鍵を開けたのはボスか？心配するな、中には入らなかった。つまりあんたはイブラートクレアのために動いてるんだな。ゲイリーが状況を把握し、小姉を変える。刑事さん、頼むから彼に伝えてくれ。俺たちは大丈夫だって。いや、やっぱり埋め合わせは必ずすると伝えてくれ。俺は一体何をやらかしたんだ？きっと追ってが来る。ゲイリーが周囲を見回しながら小声で言う。誰にも話を聞かれたくないようだ。理由は俺にもわからん。よくわからないが、俺はあんたのことが気に入らない。そんなにビビるなよ。
実のところ理由は俺にもよくわからん。俺はただドアを開けただけだ。とにかく俺は墓石のように沈黙を守ると伝えてくれ。ゲイリーが考え込む。この間の晩、ワーリングで持論を語っていたとき、きっと声が大きすぎたんだ。なんかの事件っていうか何かに関わってるんでしょうね。もう二度としないよ。ゲイリーが神経質そうに周囲を見回す。俺にできることがあったら、あんたのためでも、組合のためでもいい。何でも聞いてくれ、協力するよ。風緑が向きを変えたな。キムがにやりと笑って言う。もう向きは変えられない。ゲイリーが怯えている様子を見て、明らかに楽しんでいる。ドアを開けたことについても、今や悪くないアイディアだったと思っているかもしれない。集合住宅の件で彼を脅した。これで五分五分ぐらいまで上がりましたね。もうちょっと話を聞いてみましょうか。俺の同僚のキツダギ警部補を見て驚いていたな。ソウル人はこの辺じゃ。いや、ソウル以外の場所じゃあんまりお目にかからないからね。悪気はなかったんだ、本当に。警部補は真のレバショール人だ。なぜソウル人だと思った?ああ、そうだよな。もちろんそうだと思う。俺はただ行ってみただけなんだ。彼のつながりを。彼はぎこちない笑みを一瞬浮かべる。もう話題を変えよう。いいよな。変わらず。あんたも道動物学者なのか?いやいや、俺は時々モレルの調査を手伝ってるんだ。おかげでいろんなことを覚えてきた。けど、普段自分からはこんなピクニックはしないね。なら一体何の仕事をしている?どうやらこの男を支配するいい機会のようだ。支配できるのかこの話題で。じゃあ何の仕事をしているんだ?道動物学じゃないんなら。ああ、あれやらこれやらだ。彼はにやりと笑う。面白そう、うさんくさい。食いぶちを稼いでキャリアの目的を推し進められるものなんだろうな。面白そうだな。そういう時もある。思った通りだ。この男は答えをはぐらかしている。揺さぶりをかけてやれ。誰が主導権を握っているのか知らしめてやるのだ。答えになってないぞ。不必要な話で時間を取っちゃいけないと思っただけだよ、おまわりさん。俺は特別配送の仕事をしているんだ。ほら、急ぎの配達、翌日配達、僻地への配達とかだ。イブラーと組合が関わっている配達というと危ないものか?そうか、配達か。どんなものを運んでるんだ?中身はわからないよ、おまわりさん。秘密を守ることも仕事の一部なんだ。素晴らしい。そっかやってみるか。平成、ちょっと待って。一旦ご協力ありがとうにして、平成をあげる衣服がないか見てみましょう。平成をあげる衣服はありませんでした。もうこれでやるしかないですね。なんで彼はあんなにそわそわしているんだ。ゲイリーの落ち着きを解析しろ。頼む、平成。失敗。そうか。特に妙なところは見当たらないが。ビーズじゃないか?ビーズのような音だったぞ。だが、ゲイリーのような男が服の下に身につけるビーズというと、どんなものだ?ひょっとして女装してないか?ロザリオのビーズみたいな音が聞こえるんだが。あんた、ひょっとして女装してないか?なんで俺が女装するなんて思うんだ?ゲイリーが眉を潜める。女性と近づきたいんだろう。何?恥ずかしがることじゃない。そんなことを言われてもな。ゲイリーがゆっくりと首を横に振る。女性物の服なんて着てないぞ。ロックされちゃった。平成にスキルポイントを振れば。平成にスキルポイント振りたくない。でも行き詰まったらここに来ないとですね。アーマーを全部手に入れるためには、平成をスキルアップさせないといけないらしい。この道動物学者さんにも話聞けることなかったっけ?道動物についてしか聞けませんでしたっけ?あんたの友人、ゲイリーの様子がいつもと違うと気づいていたか? ん?
いや、全然。どうしてだ？本当だな。うむ。彼は声を低くする。ゲイリーは今回の旅に関してあまり熱心ではなかった。いつも以上にな。だが気持ちはわかる。彼はただ家に帰って温まりたいんだ。こいつは言おうとしないが、それこそ普通じゃないことだ。ゲイリーはジャングルや海岸よりもずっと過酷なところにこいつと一緒に行ったことがある。なぜそんなにも家に帰りたがるんだ？これは何かヒントになったかもしれない？はい、10時になりましたので、図書館に電話をかけましょう。無線を手に取る。ジャムロック区立図書館につなげてくれ。つながる？ジャムロック区立図書館とつながりました。図書館員にはあなたのことを伝えております。今おつなぎします。Yes, this is Central Jamrock Public Library here. How can I help you, officer? 男性の図書館員が応じる。不安そうな声だが協力はしてくれるようだ。警察と通話するときは誰もがこうなる。まあ、そりゃ緊張しますよね。お宅で本を借りているビリー・メジャンというやつのことが知りたいんだが。データベースを確認します。Yes, hello. Are you still there? I found Billy Mahjong's home address. Is that all right? No phone number, unfortunately. ビリー・メジャンの住所ならわかります。電話番号はわかりません。貧しすぎて電話を引けないのだ。ああ、住所で十分だ。Here we go, sir. Rue de Saint-Gilles Lane, 33B, apartment number 20.岬の集合住宅。ビリー・メジャーについて他に何か情報はないか？最後に本を返却したのは数日前。私はいませんでした。その時いた人間はいないか？マリー？男は電話口に手を当てて部屋にいる誰かに呼びかける。マリー、ビリー・メジャーって人を覚えてるか？つい先日、ティボーの本を返しに来たらしいんだが。遠くから誰かの返事が聞こえてくる。もしもし、今のは同僚のマリーって子ですがね。男が再び電話に出る。本を返しに来たのはご主人のようです。ルース・ラジオシティ87っていう SF の新刊を読みたいって言ってたそうですが、うちにはまだ入っていませんでした。よし、本のタイトルが分かったな。じゃあ、ビリー・メジャンってのは女だったのか？なぜ旦那だと分かったんだ？マリーはビリーと知り合いなんですよ。ここは私より彼女の方が長いですからね。時々ご主人がビリーの本を返しに来ることがあるんです。その後ちょっと飲んで出かけたわけだ。旦那の名前はわかるか？いや、それはわかりません。マリーが知っているのは彼の顔だけです。マリーに聞いて旦那の見た目を教えてもらえないか？おい、マリー。年配だそうですね。最後に見たとき、酒を飲んでいたことは間違いないそうです。どんな服を着ていたかわかるか？ああ、ちょっと待ってください。残念ながらよく覚えていないそうです。客の一人の数日前の服装とか覚えてないですよね。ありがとう、質問は以上だ。お役に立てたならよかった。それでは失礼します。はーい。あ、これ、アーマードブーツについて結局聞いてませんでしたっけ？所有者についてもう知ってるけど。ええ、説得は楽ではありませんでしたが、傭兵の名前と身体的特徴を入手しました。読み上げてもよろしいですか？キムが前のめりになり、手にメモを用意する。頼む。アーマースーツはオランエ市民、エリス・コーテネールのものです。正確な生年月日は不明。レリスタット郡新生児医療科に名前が残されています。新生児医療科？もう誰も住んでいない農家付近の落ち葉圧縮機の中で発見されたんです。その後、新生児医療科に4ヶ月入院していますね。命は取り留めたようですが、2歳の時に里子に出されています。フラウシェの話では、レリーは自分の本名じゃないと言っていたそうですが、里子だったからなのかもしれませんな。え、じゃあ、エリス・コーテネールっていうのが本名ってこと？ ICP によると、彼は里親に育てられ、17歳でフレデフォートのイスブラント士官学校に入学。その後、オランエ軍に入り、
セメナイン紛争の1年前、41歳で名誉除隊しています。その後、セメナインに向かうまで、彼はアーマーを所有していたと思われます。情報は以上です。クレネル及び別名の同社に、彼の雇用記録は残されていません。レバショールに入った記録もありませんでした。つまり、被害者とクレネルをつなぐ手がかりはアーマーだけということだな。それだけでも奇跡に近いよ。この手の組織は大抵、備品のダブルチェックを行っているはずだ。キムが前のめりになって叫ぶ。ありがとう、アリス。お手柄だ。どういたしまして、警部補。アリスは嬉しそうだ。キツレギ警部補が人を褒めるとは、なかなかやるな。確かに。待ってくれ、落ち葉圧縮機だと？園芸用具ですよ。葉っぱを、こう、キューブ状に圧縮するんです。病院に残されていた記録です。これ以上のことは書かれていませんが、念のためご報告しておいた方がいいと思った次第です。そんな中に赤子の段階で入れられていた？やばいっすね。もちろんだよ。ありがとう、アリス。めっちゃ褒めるじゃん。つらぎさん、里親に関する情報は？全く見つかりませんでした。申し訳ありません。これで被害者の名前と軍歴が分かったな。おー、やった。経験値獲得。名前が分かったか。いいぞ。エリス・コーテネール。彼にとって名前を知ることは意味のあることなのでしょう。事件に名前を付けるのも同じ、重要な仕事なのです。時として警察は人間の威厳を守るという使命を負うことがある。名もなき被害者に本来の名前を返すことも警察の仕事だ。捜査の役に立てたならよかったです。これで OK かな。ドアを閉める。これで、住所に向かうのか。遊歩道の死体ね。はい。では今回は、遊歩道の死体の住所が分かったところで終了したいと思います。狙撃地点に関しても一つは進んだんですけど、あと二つがね、場所がまだ分かりませんね。はい。ご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画やライブ配信でお会いしましょう。バイバーイ。